どうも皆さん、こんにちは。ステップン談義の時間がやってまいりました。こんにちは。局長の大内です。F 局員でございます。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、第17回やってまいりました。ね、ステップン、なんか大きなバージョンアップとかもありまして、いろんな、ね、動きが出てきてますよ。ワクワクしますね。本当ですか？ワクワクしてますか？本当ですか？いやいや、もうめっちゃワクワクしてますよ。本当ですか？ね、もうみんななんでこんなワクワクしてないんだっていうぐらい、もうワクワクしてる。みんなワクワク。なんかね、まあ、ツイッター界隈とかで見てると、やんやんやんやとね、考察みたいなのがね、いっぱい流れてます。あるんですか？いっぱいあります。こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかっていうのがもう、いやいや、なんか、儲かるぞ、うひょひょとかいう話じゃなくて、こうなっていくんじゃないかみたいなとかね、運営はこういうつもりだな。それってあれですか？うん、主婦たちのざわめきみたいな。そんな感じで、そんな。いろいろね、バージョンアップしたものの、これからやるよっていうものがね、GMT 稼ぎとかまだ始まってないので、いろいろね、はい、こうだこうだっていうのがね、進んでるって状態ですね。直近のウォーキング単価でございます。はい、単価来ました。はい、今日、8月17日の朝の7時半の時点の、うん、単価でございます。単価でございます。はい。1日 50GST 歩ける区で、うん、イーサ国が、今1.07 ドルですね、うん。はいはい。もう1ドル割りそうですね、はい、いよいよね。で、まあ、月歩けば22万円ほどになる。うん、まだまだまだ美味しい。美味しそうに見える。はい、で、うん、我らが B 国と S 国はもう値段ほぼ、うん、なんか、瞬間的に S 国が上回ったりとかするぐらいの勢いですね。見ました、見ました。うん、下克上起こってました。ね。ほんで戻ってみたいな繰り返し。もう国力差の下克上が一瞬起こりました。ね、起こりました。はい。0.06 です。そうですね。ここからもう、動きませんね。安定してますね。うん、素晴らしい。で、まあ、1ヶ月歩くと、まあ、1万2000円。そうですね。はい、50GST ね、うんうん、ね、まあ、100GST だとちょうど倍、ね、毎回恒例のサルグツ回収状況考察でございます、うん、はい、サルグツ、うん、まあもうかれこれ1ヶ月ちょい、そうですね、うん、1ヶ月ぐらい、まだ1ヶ月しか経ってないんだなって。あのね、ピンクの8月18日が、うん、エナジー共有が1個切れる日、そうですね、そう言われてますね、うん、まあ、17日か18日か19日か、要は1ヶ月後なのか1ヶ月ぴったりなのか、まあ30日なんか31日なのか、まあ多分さじ加減変わると思うんですけど、まあ8月18日前後に1エナジー共有が切れる、プラ2って表示されてるやつがプラ1になるんですよね、なるはずですね、はいはい、で、9月の同じ日付で、プラ0に、うん、っていう話ですね、はい、だから E 国の、うん、あの一足運用の人たちがどんどん苦しくなって、うん、そうなりますね、サル国開国して2日目か3日目に、うん、2イーサぐらいで、45万円出して靴を買って、うん、コツコツ 50GST で靴のレベル上げだと、うん、回収作業だけに勤しんで、うん、回収残が13万円ぐらい残っている、うん、はい、で本日の単価でいくとあと36日かかる、右下右下、これですね、はい、はい、ここでね、はい、36、本日の単価でいくと残り35日か6日かかる、うん、そうですね、はい、で今の段階で靴をまあ売った場合、最安値がまあ 0.25 イーサだ、うん、ああそうなるほどね、はい、これはい、まあ、ちょっと靴売ってもまあ6万円ぐらい、まあちょっと足出るなっていう、うん、まあそんな感じ、うん、ちょっと残念ですね、まあしょうがない、まあでも、うん、うまいっていうか、もうちょっと早く撤収してる人はちゃんと利益出てますし、そうですね、うん、まあこれからまあまだもう一山あるかもしれない、うんうんうん、まあ、今1ドルぐらいですけど、また2ドルにポーンと1回戻るとタイミングがあったりするかもしれない、うんうん、ね、そうなると、まあ、はい、ちゃんと回収切りできたりとか、うん、まあ、ある、ね、まあ、サルコ頑張ってみたいなやってる人いるんですかね。いやいや、私の周りはいないですけど、ステップン界隈では、はい、まあ、さすがにね、8ドルあたりつけた頃は羨ましかったですけど、うん、まあいい、1ドルぐらいになってくると、もう全然羨ましくないです、ね。もう、今日、明日、下手すな、ね、にはもう多分1ドル割っちゃうでしょう、ね。回収のことを考えると、妥当な値段の下がり方してるなとは思う。うん、そうですね。うん、なんかそんな、満額回収じゃなくて、7割回収が、まあ、大体運営がステップンやる人に、大体提供する
お慈悲みたいなもん、ね、感じで、ね、7割はまあユーザーに回収させて、うん、3割はまあステップン経済に提供してくださいよっていうのが大体運営の目論みだ、うん、コメント回収のコーナーでー、他にコメント A 変えましたよ、 A 変えました、あ、本当だ、コメントなんか飲んだくれてるじゃないですかいやいや、もう飲んだくれてるんですよそうなんだ、うん、でもなんかコメント結構たくさんいただきましてね、今回ありがとうございます。あ、コメントありがたいですね、毎回 ね、はい、じゃあステップン関係のね、コメントを回収していきたいと思います。まず一つ、はい、またいつものイソニンさんでございます。どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。奥稼げるなんてうまい話なんか詐欺しかないですよねって怒られるってこれは私への、まあ、何らかのインチキが入ってますよ、はいはいこれからか次勢は GMT 稼ぎ用靴に必死になってレベル上げとエンハンスすると思うので、しばらく GST が安泰を見込めますねって、まあ、実際 GSE、まあ、安泰してますね。局長が前にチェーンを切り替えるのがめんどくさいと言ってたことに同意はしていますが、逆に2個チェーンがあるなら1日の歩き方を2回に分ければいいのではと思い、これからは朝は S、夕は B で歩くために各3足ずつにしようかなと考えています。価格落ち着いたら猿も欲しくなるかもですが、ってことですね。楽しんでますね、はい、あのね、このね、朝夕で国を分けるのって私と同じです、うん、ああ、そっか、そうなんだ、なるほどですね、はい、ただね、あの局長が言うように、うんうん、朝、まあ、B で歩いて、うん、夕方 S で歩くんですけど、その時切り替えなきゃいけないんです、うん、まあまあね、やっぱりちょいめんどくさいし、ね、まあ、ちょいめんどくさいですね、うん、さて次のポイント、コメント A さん、 トリプル A さんですかね、ありがとうございます。 3A さん、トリプル A さんさんね、うん、例のあれが発動されてますねって書いてあるんですが、これちょっと実はよく分かんなかったんですけど、なんだろう、例のあれって何だろう、例のあれって何だろう、この動画の中で何かあったのかなちょっと私も例のあれって言われてピンとこなかったそうだった、ね、はい、なんだろうなって、ちょっと、はい、すいません、拾いきれずすいません、せっかく書いてくれた、はい、例のあれカッコで入れてくれるタイプ、そうだねすいません、はい、さて、里広さん、ありがとうございます。里広さん、どうもありがとうございます、はい、そうですね、これはあれね、いつもながら話が違いますよね、 GMT バこれあれですね、うん、これ私読んだんですけど、うん、ステップンディスリコメントです。そうですそうです、ね、GMT がね、その要はね、単純計算20-80のとんでもない差ある中に、その 20% をこう世の中の何万というレベル30靴が奪い、もう殴り合いですよね、これね。奪い合いです。不毛な戦いです。戦いね。めちゃめちゃ少ないところをうわーってやってるわけですからね。そう、二次靴ね、レインボーシューズっていうのがね、出てくるんですけど、それが400対1ぐらいだと思います。本当にレインボーシューズはもうハッピータイム、ラッキータイムっていうかね、運が良ければ手に入るって、ね、大内局長、うん、この間から、まあ、レインボーシューズ結構言ってるじゃないですか、うんうん、そうそう、あれって結局お金かけないと買えないんで結局、はい、良くない靴です。良くない、あれを狙って取ろうっていうのは多分自分は良くない行為だと思います。ああ、ガチャ回そうっていうのは良くない。そう、あれで期待値を偶然出たらラッキーっていう、そういう層に行かないんだね。まあそんな感じでね、まあやっぱりツイッターとか見ると多分すごい、ね、レインボーシューズゲットしたっつってこんなに儲かるみたいなのがいっぱい出てくるものの、なんかコンフォートをね、赤いの特化靴でだけどこれしかもらえなかったみたいなのが不満が続出して、なんかだんだん投げ売りされるんじゃないかなと思ってますっていうね、これ推測ですね。はい。まあ、こんなことをステップ運営はひたすらに繰り返していくんでしょうけど、それで良いと思ってるんですかねっていう完全に、ね、良いと思ってるんでしょうね。まあ良いと思ってるのか、なんとかしていきたいと思ってるのかね、まあ、やってることはもちろんですけどね。じゃあ続いて、LINE 国の話の動画にイソニンさんがまたコメントいただきました。 LINE 国ね、ありがとうございます。私が新しく新規参入する人は3足買ったり9足買ったりしたらこれぐらいで稼げるよって話のね、やった動画なんですけども、S 国3足、B 国3足の2足のわらじ、実足、実際は6足だけどってやるやり方は採用していただけなかった笑いみたいなね、まあ、初心者には複雑ですよねってか、9足運用に飽きたなら1足買い足して2回エンハンスしたレインボー狙いという戦略にも変えられるかなとかね、とりあえず GST がこのままゆっくりしてくれるのが私の祈りの全てですっていうのをね、この祈りは今のところ通じてる感じですね。まあいい感じですよ ね、まあ私も ね確かにね、この3足3足でやった方がまた効率的っていうところもあることはあるんですけど、まあ
いちいち切り替え、初心者の節に切り替えてとかいうのやったのかなと思って、まあ、とりあえずこちらでは一国集中っていう形で説明してます。まあそうですね、あのベルムを切り替えて運用っていうのはちょっとあの、うん、初級を出した人用で、ね、ワンランク上って感じかなって。最初私ミントのことすら分かんなかったです。さあ続いて JK さんです。ありがとうございます JK さん、うん、仮想通貨チャンネル週40、50本見てますが、すごい視聴してますね。ゆる稼ぎが一番好きです。ちょっとこれ、強調しますよ。これ好きじゃないですか、これ。これ、局長 F さんの掛け合い最高、毎日アップ希望って、めっちゃバキューしてけど、エルコク楽しみですねって。正直、このコメントを見たとき、私はちょっと泣きそうになったね。本当にありがとうございます。JK さん、身内なの。身内にしても40、50本見てんですよ。で、ゆる稼ぎが一番好きっていうのは、それ何が好きなの？だから、掛け合い最高って書いてあるじゃないですか。ちゃんとね、ここに書いてありますよ。毎日アップ希望ですよ。毎日は無理ですね。まあね、無理ですけどね。はい、株の方も見てくださいね。あ、そうだね。ゆる稼ぎはね、ステップだけじゃないですからね。はい、よろしくお願いします。さらに、ガヤルド梅さんですかね。ありがとうございます。梅さんですね。両国のはなぜ GST が安定してきたのでしょうか。利確したら GST 量が増えてどんどん安くなると思うのですがってことですね。これ理由についてなんかご意見とかあります？これ私にぶん投げですか？ぶん投げ、まずぶん投げ。まずぶん投げっていうことは、大内局長なりの回答は持った上でぶん投げてる。まあ回答っていうのはまあ一応、じゃあ私の見解言っていいですか？見解どうぞどうぞ。運営が E 国と、サル国とかからの利益の何パーセントかを、S 国と B 国に流してると。流してる。もしくは、最初の段階で、この値段からなった時にはこれだけのお金を放出するっていう、そのストック資金がちゃんとあるんだって。でないと説明がつかない。ね、私の方もね、GST の量がとかって、まあ、あるんですけど、正直この GST ね、全体量が増えたら減ったら価格上がる下がるっていうのは、まあ、大枠っていうか、長い目で見たらそうなんですけど、1ヶ月、2ヶ月とか瞬間的なものとかになってくると、単純その他その他の需給とかで変わってくるので。この人が言ってるのはあれでしょ、長い目線じゃなくて、今日の売り圧に対して買い圧がちゃんとあることが不思議だって。不思議だなってことですね。新規参入が実は思ったよりいるんじゃないかなとかって。今現在 GS に換金してる人数の総量と新規の総量を比べた時に、新規が買い支えられるだけの、はないですよ。だいぶ安定してきたんですね。その辺の GST をごぞっと買って。まあ、E 国とかでもなんかよく計測されてますけどね。ドカーンと買ってる人がいて、誰が買ってんだみたいなのがありますから。だから、運営です。運営なのか。いや、だってそれ以外いないですもん。ね、まあ、たまに、なんでか、バージョンアップ狙いの買いが入ったりするのは知ってますけど、そうそうそうね。それが全体の相場を支えるだけの出来高を持ってるなんていうのはありえないですね。そしてメダカアクセスさん、ありがとうございます。 GMT 暴落はやばいってね、まあ、GMT 稼ぎが実際起動し始めたらどう変わるかっていうのは注目ですよね。あれ放出する量が GMT の全体に対して何パーセントぐらいになるのかで全然決まると思うんですね。なんかあと裏で GMT 使うアプリを4つぐらい開発が進んでるらしいですよ。うん、まあそれが同時にドーンと出るのか何なのかはまだ謎ですけどね。うん、なんで結構 GMT を使うってところにイベントというかルートを本当に今一生懸命裏でガサガサと作ってるみたいです。まあ、GMT 使う先が増えれば価格はやっぱ上がりやすいですね。今、ステップしかないですけども。ベジトラさん、ね、ありがとうございます。ね、HP ヘルスポイントっていつかなくなるんですかって質問ですね。いつかなくなるんですよ。なくなるんですか？本当ですか？いや、私も 50% 台になりまして。ああ、もうだいぶなくなってきましたね。減ってきましたね。もうそろそろガグブルです。うん、はい、まあ、HP っていつかなくなるっていうかね、私のペースで言うと1ヶ月で半分近くなくなって、3ヶ月でなくなるんじゃないですか。ね、メンテ全くしなくて。そんなにまだなくなっちゃうでしょうね。はい、ございます。KY さん、ありがとうございます。はい、韓国の LINE とほぼ死んでるステップという地獄の組み合わせっていうね、コメントが来てある、ね。なんか、覚書みたいなの交わしただけですから、まだ何か始まるっていうわけでは、まあ段階では全然ないですけど、ハマったらえぐいですよっていうことですよね。
これはこっちの動画で言ってことは、大内局長、はい、えぐいとかっていう言葉を使うと本当にえぐいと思う人がいると思う、はい、えぐいだ悪い意味 ですいや、あの悪い意味でもいい意味でも、うん、結局そんな大したことないんですよ。例えば、うん、あの回収できてなくて、うん、100万あの損失のある人が、うん、もうワンチャンあるのって思ってしまうような言葉を含むんですよ、うんうん、もうちょっとなんかあの月10万円ぐらいのエグさはあるよとか言った方がそういうことあの、うん、いいと思いますアップデートを語るのコーナー、パチ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 、アップデートがやってまいりました、ね、ここ最近では一番大きなアップデートと言われていたステップのアップデートですが、まあ、アップデートの内容ね、はい、ポップアップ出てきたものをね翻訳するとこんな感じで出てきておりました。これを翻訳したのがこちらですね、はい、1番目あの GMT を使って振り直しですかね、振り直しの機能が追加されましたってことがここで書いてある。ちょっと待ってください、そんな機能追加されたんですか、はい、あ追加されましたよ。アトリビュートのところにポイントっていうあのプラスポイントっていうボタンあるじゃないですか、そこをポチッとなって押すとあのプラスとマイナスが押せるようになってるんですよ。ああ出た出た、このコストは、うん、このコストは靴とかのなんか種類とかレア度とかなんかその辺で変わってくるらしいんですよね、うん、今までと一緒のだと思います、まあ、じゃあちょっと自分がマイナスにしたことないんでまだ分かんないですけど、それ局長やるべきですねだってやる必要ないじゃんGMT ですよ原のえこれ GMT なんですか。 GMT ですよ、 GMT でお支払いですから。なので、もうグリーディーですねでもねここ4番目にありましたけど、あのミントスクロール、あれが今までは GMT 払いだったんですけど、あのめんどくさいっていうご意見を受けて、あのそれぞれのソルとか BNB イーサー建てに変わりました。ストップ安張り付いてましたよまあねあれなんとかした方が本当いいんじゃないですか、うん、どのショップ行ってもなんか最安値で売ってて、うん、こういうのはペニーショップかっていうぐらいもうなんかあと2番目に戻るとフュージョン機能が追加されました。どどん、フュージョン親靴を作り選びますと、まず、まあ、コモンとかコモン同士でしかできないんですけど、そしてフュージョンする相手を選ぶんですよ。そしてその時にこのフュージョンする側の方がパラメーター高いところがあったらガチーンと合体すると、まあランダムですけどそっちの消え去る方のパラメーターのいくつかがこう吸収合併されてジャキーンと 親靴がパワーアップすることができるっていう機能なんです。それどこの画面で出るんですか。これはねフュージョンっていうのがですね普通の画面のところの下の方にメニューが出て、ミントセルの隣にフュージョンっていうのが増えてます。ちょっと待ってありましたよフュージョン見つかりました。でこれコストゼロなんですよ。ちょっと待ってください。コストゼロ。フュージョンするのにわざわざ GST とか GMT いらないんです。何がいるんですか。靴さえあればいいんです。要は消え去るんで。その靴消えるんですか。消えます。いやいや、もう勘弁してくださいよ、ね。要は吸い取られるわけです。吸い取られるわけで、このパラメーターは後から足したやつが足される側のパラメーターより高いとこが一つでもないと意味がないんですよ。ちょっと待ってください。例えばゴミ靴を1個買ってくるじゃん、はい。買ってきます。はい。ステータスが4つともゴミだったらただのゴミってことで、うん、ゴミです。1個だけすごいのがあったらそのステータスだけが上がるってこと、うん、フュージョンされ吸収される側がすごく一つパラメーターが突出してるのがあったら足すとそのパラメーターがギュッと伸びる可能性が出るって形ですね。低いやつは別に親の足を引っ張ろうとはしない。しないです、うん。そして3つ目、成功率の向上をするっていう機能を追加しました。これはあの GMT を大量に払うことによって、あの GM とか靴とか、あのダブルミントするっていう確率を上げることができるっていう機能でございますが。そんな機能ついたんですか？そうです。ただこれが恐ろしいことに、1% 上げるのに 2000GMT とかかかります。2000GMT っていうことは1ドル100円で単純計算したら、うん。に、え？ 20 万かな。うん、そんなかかるんですか1% 上げるだけでそうなりますそれやってる人いるんですかいや今のところいませんこれねアップデートした瞬間はなんか最初に 220GMT とかめちゃめちゃ激安だったんですよ。最初ポッと開いた時に、なので気の早い人バンバンやってたんですけど、あ間違い間違いっつって間違い間違いなしなしって言って一回ロールアップってか元に戻されちゃって、そしたら急に 2000GST とかなんか100倍ぐらいになったからおーいってね
で、まあ、ミントスクールを先に言っちゃいましたけど、GMT 払いじゃなくて、ね、それぞれの通貨払いになったから、とても楽ちんになりましたね、買ったりするのか。はい、最安値貼り付きだけになってましたね。あとはね、桁数増やしてねって。あと、最適化されたウォレット機能って書いてあるけど、これなんかいまいちよくわかりませんでした。なんか変わったって感じでしたね。はい、あと、バグ修正しましたって。でありますね。まあ、これで終わりですね。一応、ただ、裏にはね、いろいろね、あの、VIP なんたらとか、なんか、サイレントアップでもある、うん。うん、そうそうそう、サイレント。メニューとしては増えてるんだけど、まだ機能は動いてないっていうのがね、あの、GMT 化石とかもそうですけど、いろいろここには入っております。と、終わりですね。次もステップの情報、ゆるーく談義ってね、なんていろいろ。私、かなり熱冷めてるんで、ちょっと。そうなんですよね。やっとの時よりイラッと談義。せっかくいろいろ面白くなっていくのに何をなんかつまんなくなってるのか。いやいや、もう運営にイラッとしてるだけです。これで GMT 歩きって歩く時間帯によって俺がザクザク儲かり出したら多分目の色変わりますよ。いやいや、ザクザク儲からないですよ。ちょっと儲かるのはわかりますけど。ザクザクっていうとあれですよ、あの、何、うん、ですか、うん、正直じいさんが庭掘った時に出てくるあの小判の量で、うん、あのぐらい出てこないとザクザクって言っちゃダメですよ、うん、多分自分のザクザクは何千円ぐらいですよ。一日で何千円もって言っただけでザクザクって言う。いやいや、もうそれちゃんと言葉変えてくださいよ。もうザクザクイコール数千円、かっこ数千円にしてください。ほんと困りますよ。え、ザクザクってなるんですよ。もう小判3000枚とか出てくるんですよ。これ10万円の小判。え、それな、そんな、なるんですよ。で、実は、いや、数千の話だったんですよ。数千の何を言ってるんですか。いや、イラッとしますね。まあね、はい、そんなことない、いろんなね、情報とかね、体験談をね、これからまでやっていきますので、ぜひお楽しみに、はい、よろしくお願いします。はい、といったところで、今回のステップの談義はおしまい。また次回お会いしましょう。バイ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 。バイバイ。